どうも、ジャニーズ Jr. の椿大河です。やっとね、こうやって皆様にね、動画をお届けする日が来たのですが、初めての一人動画で緊張しますね。このおうち期間に何かできることがないかなということで、ね、ステイホームの間に僕は増田くんのね、ライブと同じ髪色にさせていただいたのですが、今日はそんな増田くんのソロ曲を紹介したいと思います。ででーん。今年のストーリーのアルバムの増田貴久くんのソロ曲になっております。難しい感じなんですけど、恋って読みます。お家で時間がある方はぜひこの恋を聞いて癒されてみてはいかがでしょうか。おはようございます。寝起きです。今日も一日皆さん頑張りましょうね。バイバイ。さあ、今日は腹筋ローラーの方がね、お家にあったのでやってみたいと思います。いきます。よいしょ。ふっ。やり方合ってるのかな。きついな。ほっ。今日はお家にね、バランスボールがあったので、これでおうち時間にストレッチできないかなと思って立ってみようと思います。いきます。アイランド TV。 今日はね、横原とか港とかがみんななんか質問を募集してていいなと思ったから、俺もやろうと思います。ハッシュタグツーバキバキ、イエーイ。やりたかったから俺もやろうと思います。ハッシュタグ俺下手なんですよね。今日から新しいことをやろうと思って、動画の最後にやろうと思うので一緒にやってください。せーの、つーばきばきバイバイじゃん。何出しましたか？勝ちましたか？次の動画でもまた一緒にじゃんけんしましょうね。バイバイ。今日はマジックを披露したいと思います。ここにトランプがありますね。このカードを覚えてください。これを重ねまして、ふーっとして、一応上のカードが変わりました。すごくね。で、これをうーんってやると、一番下に来ております。皆さん、このクローバーの鉢見覚えないですか？クローバーの鉢、ピンク、ピンク。そう、ジュニアかトランプ、ジュニア、そう、ジュニアカレンダーのトランプで、俺とミナトが担当したトランプのカードがクローバーの8だったんですよ。これがクローバーの8。たま、そんな奇跡ありますね。これがあのトランプになったらいいのになと思います。なりました。この絵を見てわかるようにね、このちっちゃい時のお写真を披露したいと思います。これは3歳の時の僕の絵なんですけども、今日はね、いくつか写真を紹介したいと思います。まずはこれ、かわいい。見てください。多分これはね、何歳だろう、1歳かな。かわいい。何も着てないですね。多分裸です。これめっちゃかわいくない？かわいいな。お祭りですね、これ。お祭りに俺が参加した時かな。タイガの T してる。もしかしたらこれ T って俺が最初に考えたかもしれない。じゃあ今日もじゃんけんしますよ。せーの、つーバキバキバイバイじゃん。おうち時間になんかできることないかなと思って、絵を描いたんですよ。ちょっと見てください。映ってるかな。そう、こうやって絵を描いたんですよ。そう、なんか歯ブラシとか絵の具とかスプレーとか使って描いてみたんですけど、そう、なんかね、俺7人のメンバーカラーを全部散りばめながら、真ん中にね、こう茶色を濃く入れて、なんか根にはみんな同じものがあるけど、それぞれの個性が爆発してるみたいな、なんかメッセージ性のあるね、絵を描いてみたいなと思って描いたんですけど、絵って難しいですね。色合いとか絵って呼べるのかもわかんないけどね。絵しりとりをしたいと思います。今から一人で
何がいいかな、お題は。絵が下手って言ってきたのが谷村隆一だから、谷村隆一のもから始めて書いていきたいと思います。じゃじゃん。これからですね。谷村隆一のもから始まって、これを書い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 て、これ。見てくださいね。5個。せーの、つー、バキバキ、バイバイ、じゃん。影と、鈴木大河、ガチャンと横原がね、動画の中で僕の名前を3人も出してくれたんですよ。そう、最近なかなかこう僕も会えてないから、動画を見た時に名前が出てて、すごい嬉しかったです。3人どうもありがとう。僕の宝物は今結構増田くんから、ニュースの増田くんからいただいたものが宝物なんですけども、その中で今日紹介するのは、じゃじゃーん。増田。これ増田くんが練習靴としてかな、作った靴なんですけど、それをね、いただいたんですよ。そう、こうやってね、壊れちゃったから今直さないといけないんですけど、そう、世界に1個しかない、これ増田くんが自分でこう、注文して頼んだやつだなので、世界に1個しかなくて、これが、僕の宝物です。前回絵しりとりをやりました。これですね。皆さんひどいですよ。これはね、やっぱ僕が下手ってことではないですね。いきますよ、答え合わせ。森、リス、スイカ、カラス、スズメ。正解していただいた方、ありがとうございます。おめでとうございます。代わりにこれを発送させていただきます。嘘です。せーの、つー、バキバキバイバイじゃん。皆さん、ゴールデンウィーク期間の毎日更新、たくさんの方々に見ていただき本当にありがとうございました。僕はこの白を着ているんですが、実はその動画の中で着ていた洋服の色にもある意味がありました。皆様お気づきいただけたでしょうか。ザ・メンバーカラーです。いつもありがとう。新た、影、横原、大河、元井、湊、これからもよろしくね。作ったものを皆さんにお見せしようと思います。それがででーん、このおうち時間にね、ミサンガを作りました。本当はライブの時につけたいなと思ったんですけど、これは白が真ん中にしたから新たなやつですね。これは赤が真ん中だから影のやつですね。これは青、横原のやつですね。これはモッティのやつですね。いや、不器用だからね、めっちゃ作るの大変でした。これはガチャンのやつですね。緑が真ん中で、これがピンク、湊が真ん中ですね。あと一応自分のも作りまして、こうやってみんなのね、分のね、ミサンガを作りました。ね、ちょっと今回はライブできなかったですけど、また次俺らが7人でいつかライブをやるときにこれをつけて、なんかライブを頑張ってやりたいなと思って、どうかこれからもぜひぜひますますの応援をよろしくお願いします。毎日リモート動画をね、見ていただきありがとうございます。そう、リモートの中でね、しれっと黒髪になったんですが、はい、黒染めになりましたね。このおうち時間にね、本当に少し太ってしまったので、昨日24時間何も食べないという、あのむちゃくちゃなダイエットをしたんですが、そう、毎日あのコーヒー豆をね、焙煎してるコーヒー豆の匂いで起きるんですけど、やっぱコーヒーはね、美味しいですよね。パイナップル、いただきます。以上、黒髪つばきくんでした。最後に久しぶりに行きます。せーの、つー、バキバキバイバイじゃん。バイバーイ。